ラッパーのスカイハイさんが2023年12月4日までに日本テレビ系の音楽特番ベストアーティスト2023で披露した新曲スーパーアイドルの歌詞が曲解されて拡散しているとして怒りの抗議を x 旧ツイッターで表明した画像スカイハイさんから抗議を受けた実際の投稿さすがに悪質なので断固抗議します活動休止中の人気グループトリプル a のメンバーであるスカイハイさんは、12月2日放送のベストアーティスト2023で、同グループのニッシーこと西島隆弘さんとのコラボ楽曲、スーパーアイドルを地上派で初披露した。スカイハイスタッフ、公式 X アカウントの説明によれば、同曲は異質にして究極のアイドルソングだという。X では番組で披露された曲の歌詞の一部を切り取り、分け、 日本のアイドルとアイドルをクきもすぎ、と主張する投稿が拡散した。投稿をめぐっては、歌詞の切り取り方に悪意があるのではないかとして、批判も寄せられていた。これを受け、スカイハイさんは12月2日、投稿を引用しながら、離れた歌詞の一部を切り取ってつなぎ合わせて、明らかに本来の意図と全く違う方向。下手したら真逆。 に誘導しようとするやり方はさすがに悪質なので断固抗議しますと X で怒りを表明した続く投稿では出したもの全部出した通りに解釈してもらおうともそれが可能とも思ってないがあまりにこれは悪質だぜと心境を明かしている元の投稿を行ったユーザーのアカウントは4日13時現在非公開となっている SNS では スカイハイさんの主張に同情する声が寄せられている。こんなことあまりにひどいちゃんとしたことが伝わらないのは悲しい見ながら聞きながらお二人の気持ちが伝わって感動で涙が出ました最高の時間でしたもん。たくさんの方たちへ決して流されず、個人の判断をぜひお願いしたい気持ちです。興奮さめやらず、今朝もこのコラボ見てました勝手に切り抜きして好きに貼り付けて、 違う解釈をされるのは心外ですよね歌詞の意味がストレートに伝わってほしいな。言い返したくなる時だってあるよね。ニッシーさんといろんな思いで作った楽曲。何十年分の気持ちがあるんだと思う。応援してますよ。